患者様は歯科医師なんですが、右下の7番を不幸にして垂直的破折を起こしまして、保存不可能というところで当院に来院していただき、図面にあるようにレントゲン上でも遠心の歯根が破折しているのが見受けられます。これは抜歯時ですけども、抜歯をした後にテルプラグを挿入しております。もちろんこの時点で十分に軟組織を走破するというところがポイントになりますが、その上でテルプラグを挿入して、テルプラグが浮いてこないように2針ほど吸茶をしまして、このままあとは自然治癒を促します。この写真が術後2ヶ月ですね、2ヶ月の写真になります。まだ少し抜歯下のところが脆弱ではあるんですが、完全に軟組織で覆われた状態です。本来ならばもう少し期間3ヶ月ぐらい置くと、もう少し平らに平坦になってくるとは思うんですが、今回は、抜歯後2ヶ月で骨造成術をやるという形で行っております。これが2ヶ月後の CT 画像ですね。舌側側にはしっかりと骨が垂直的に残っております。残念ながら胸側側の方の骨がなくなってしまってますので、まあ、舌側側の骨がこれだけの高さがあれば、水平的な骨造成術というプロトコールにのっとってやっていけばいいと思いますので、それらの造成に関してはこの後の動画を見ていただきたいと思います。まずフラップはですね、6番の近心部のところから重切開を入れて、その後歯肉口切開を経て、7番の歯槽長切開ですねをして、遠心側は Y の字のようにしています。胸側側は延長切開をして、舌側側はフラップが、少し要は術野が確保しっかりできるように、舌側側にも少しスリットを入れているような状態です。で、6番の舌側側は歯肉口切開のみです。で、抜歯下の部分の層部の軟組織を完全に走破するために、鋭皮とバックアクションとチゼルを使ってきます。鋭皮は少しこう鋭利なギザギザがあるような、そういう鋭皮を使ったり、チゼル、これで骨膜とか軟組織を完全に除去していきます。で、サクションもアシスタントにもサクションしていただくんですが、なるべく唾液が混入しないように極力しっかり唾液をサクションしていただいたり、あとは術野がとにかくしっかり確保できていることが重要ですので。